安田隆義、安田隆義、安田隆義、1920年3月18日から2009年7月1日は、日本の騎手、東京競馬クラブ、日本競馬会、国営競馬、日本中央競馬会、JRA、長教師、日本中央競馬会。1936年に、騎手デビュー。10代の頃から名門。 尾形た陶器地球舎の主戦騎手として、頭角を表し、数々の大競争を制する。1958年、アメリカ遠征を機に、従来の日本では見られなかったアメリカ式のモキーノリを習得し、日本における騎手の騎乗フォームに大きな変革をもたらしたことから、モンキーノリの先駆者とされている。1959から1961年、中央競馬全国、リーディングジョッキー。 年間最小力士。1963年、中央競馬史上初の通算戦勝を達成。1968年には、史上初の八大競争完全制覇を達成した。中でも、天皇賞10勝という記録から、特に、天皇賞男、または盾男とも称され、通算1295勝は、引退時点の中央競馬記録。 1970年3月より調教師に転身し、八大競争に賞をあげ、天馬の異名を取った、東照防衣、JRA 検証馬、天皇賞、秋優勝馬目白朝馬などを手掛けた。1990から1995年、日本調教師会長。1995年、国四陶髄法賞受賞。1997年、定年引退。2004年、 旗手検証者に選出され、中央競馬の殿堂入りした。1920年3月18日、東京府東京市神楽小川町の果物問屋、エインに安田栄治、幸子夫妻の次男として生まれる。エインは、当時高級果物だったバナナの輸入と卸しを行っており、実家は裕福だった。幼稚園時分から、下月園遊園地でロバにまたがることを楽しみとしていた。 小学校4年生の時、中学受験の準備のため軽井沢の別荘にこもることになった兄に同伴し、この滞在中に乗馬を覚える。帰郷後、両親の許可を得て、下役ねぎ医にあった、石田乗馬クラブに通い始め、日本大学中学校に進学してからは、週3日ほどの頻度で通うようになった。騎手への憧れを募らせた安田は2年生になると、父親を説得し、 上馬クラブの主、石田馬神の紹介で、東京競馬クラブ、木黒競馬場に所属する、小形軽作り、小形東吉のもとに十四歳で入門した。入門後、官営の下佐御料牧場へ修行に出された安田は、一年先に、働いていた、野平義を、後から入ってきた、日本柳としを、勝又忠らと下積み生活を送った。三歳馬と、 デビュー前の4歳馬の育成にあたりながら、騎乗を覚え、調教師から認められるまでは何年でも居続けなければ、ならないものだったが、安田は8ヶ月目の11月に、東京に帰され、小形旧社での生活を始めた。旧社での同室後に調教師検証者として、伝堂入りする、松山義三郎であった。当時の日本競馬会では、騎乗法は、各旧社ごとに異なり、 東京の騎乗フォームで、どこの旧車のものかが、一目瞭然というほどであった。特に、小形流は、長みのフォームで、後方から追い込む先方を信条としていた。安田もこれを身につけるべく、兄弟子のうち特に、伊藤忠志郎の技術を真似ようと努めた。1936年11月21日、東京競馬場の周期開催で騎手としてデビュー。 初戦は17頭立ての15着で、当年は4000位礼賞に終わった。当時は若手に多くの機会が与えられるものではなく、初勝利は翌1937年10月のことであった。しかし翌月には地上バリプルスで主要競争の一つであった5歳馬特別、東京を制している。3年目の1938年からは、急速に成績を上向かせ、 5月28日には、ン馬、アステリモアで、東京優秀、日本ダービーに初起乗し、3着。秋には、同馬と、当年より創設されたクラシック競争、阪神優秀ン馬に見、優勝を果たした。18歳8ヶ月でのクラシック制覇は、史上最年少記録として保持されている。1939年11月には、鉄門で、当時の最高格競争であった。 提出後昇天、後の天皇賞を制覇し、通算十勝への短所を開いた。1939年には、大礼で中山四歳品馬特別、後の大花賞を制した。当時、安田と同年代の騎手には、小形旧社で総壁と称されるようになる、八木沢勝美ほか、高橋秀夫、佐藤勇、中住義夫といった面々がいたが、その中でも、 安田の活躍は際立つものだった。同い年の坂井正太郎は、名門、岡田旧社の看板を背負い花々しく活躍する安田に感心し、刺激を受け、また羨んでもいたと述べている。1941年より安田は兵役につき、しばし競馬を離れることになる。ここまでで通算89勝、うち特別競争で21勝を挙げていた。日本柳とを、 富田六郎と同時に、入営の都に着いた安田は、不評第三連隊にり、北市、中国北部に派遣された。不評隊の定鉄公平を経て、機関渋滞に入った安田は、軍務の傍ら隊長の命令で現地の競馬にも参加し、勝利を挙げたという。周囲は安田が騎手であることは知っていたが、提出後商店などに優勝した名手であることは、知らなかったとされる。 同じ部隊に所属していた男性が後年執筆したエッセイ、陸軍上等兵、安田隆義殿によれば、安田は中隊長の乗馬の調整も担当していた。1945年8月、太平洋戦争が終結すると間もなく、帰国がかない日本競馬会が各地に陣馬の疎開先として設けた支所の一つ、森岡育成場で、 保護されていた馬たちの調整に当たった。そして翌1946年に競馬の再開が決定すると、それらの馬と共に帰京した。1946年10月より、世紀の競馬が再開されると安田は騎手として復帰。しかし、日本では5年以上のブランクもあり、しばらくは貫維しい成績が上がらなかった。この頃は、 賞金も安かったため安田に限らず皆生活は苦しく松山義三郎、八木沢勝美と賞金を一括した上で互いに分け合っていた。1949年秋、武田文吾の騎手引退に伴い関西の小川、佐助旧社から菊花賞優勝馬ーフォードの騎乗を依頼され、同馬と天皇賞、秋を制し、戦後の八大競争初優勝を遂げた。 さらに翌1950年には、ヤシマドーター。1951年には、旗風と、天皇賞、秋三連覇を達成。尾形旧社の主戦騎士として、他にも数々の大競争を制していった。1953年と1954年には、自身が後年、私が乗ったのでは最強馬と評する白霊で、吉花賞と、天皇賞、春を制覇。同馬は、 アメリカのローレルパーク競馬場から国際競争ワシントン DC インターナショナルへ招待されたが輸送上の問題から渡米は叶わなかった。1956年、白地からで東京優秀日本ダービーを制しダービージョッキーとなる。同馬は翌1957年に天皇賞秋と有馬記念を制した後、1958年より、 長期のアメリカ遠征に入り、安田もこれに同行した。現地のジョッキーライセンスを取得した安田は、白地からの都米初戦から帰場したが、勝利を挙げることはできなかった。五戦を消化したところで、小形から帰国を促され、白地からを残して、先に、リマイ。以後白地からは、アメリカの騎手を乗せて、出走を続け、都米後11戦目のワシントンバースデーハンデキャップ。 レイヨーク騎乗を制し、日本の競争馬による米重賞発勝利を挙げた。アメリカで先行して指すレースの勝率が高いことを体感した安田は帰国後、小型竜のホームを一変、滞在中に習得した網海を短く詰めるモンキー乗りで騎乗を始め、逃げ、先行策からも数々の勝利を挙げるようになる。四十歳を前にしての大幅なホーム改造は、簡単の声と共に迎えられた。 翌1959年、安田は自己最高の89章を挙げて、初のリーディング所、のタイトルを獲得。さらに1960年、1961年と3年、連続でその座に就いた。従来、日本ではごく一部に、モンキー乗り、あるいは、ハンモンキー程度のフォームで起乗するものもあったが、多くのものは、長文長田綱で、モンキー乗りに対しては、 あんな格好で、馬が寄せるものか、馬が追えるわけがないという非難の声もあった。しかし、第一人者の安田による、ホーム改造とその後の活躍は、他の機種にも大いに影響を与え、以後、モンキーのりは、日本競馬界でも広く普及し主流の騎乗法となった。安田自身は、ホームの改造について、次のように語っている。 安田がもたらしたものはモンキー乗りにとどまらず、アメリカで見た機種の休養のためのジョッキールーム設置を競馬界に進言したことで、中央競馬にも調整ルームが設けられることになった。他アメリカで使われているバグやムチなども日本に紹介した。武田文吾は安田くんがアメリカへ遠征して、いろいろなことを持ち帰ってくれたおかげで、日本の競馬の発展は10年早まったと評したという。 またアメリカ滞在は安田自身の意識も変え、アメリカの騎士たちの姿に習い、より厳しい生活管理を事故に課すようになった。弟弟子の野平雄二は安田さんがすごかったのは大きなレースをいくつ買ったとかいうことじゃなくて、あの時代に何を考えて何をしたかっていうことだと思うと、その新種の精神を称えている。1961年9月17日に、 通算865勝目を挙げ、エビナ・武五郎の記録を抜き通算最多勝利騎手となる。そして1963年6月30日、乗場,場鈴関月で史上初の通算戦勝を達成した。NHK にインタビューを受けた安田は、日本でも戦後はクラス数も増えているので、若い人たちが大いに頑張って、私の記録を越していってもらいたいものです。もちろん、私も頑張ります。 あと何章ということではなく、乗れるだけ乗り続けたいと思っていますと語った。9月29日には関係者や特別招待のファン、合わせて600人を集め、東京競馬場で祝賀パーティーも開かれた。以後も数々の活躍場に、騎場。1966年秋には、これ秀で天皇賞通算10勝を達成。1968年には、マーチスに起場して、 佐月賞に優勝し、史上初の八大競争完全制覇を達成した。この記録は1998年に、竹豊が二人目の達成者となるまでの三十年間、安田のみが持つものであった。1970年、50歳を目前に控えていた安田は、年齢による限界を感じ引退を決意、2月22日に最終日を迎えた。最後の競争は、 重賞の KO 杯スプリングハンディキャップで、小形旧社のミノルに起場。ミノルは、必ずしも校長ではなかったにもかかわらず、一番人気に、支持された。レースでは、後方待機から、最終コーナーで内をついて追い込み先頭に立つと、野平雄二が起場する、明治アスターの9追を、首差しのいで優勝。通算1295勝目で引退を飾った。3月1日には、 東京競馬場で引退式が行われた。通算6143戦1295勝、うち8大競争22勝含む重賞114勝。市の大型から10馬房を活上され開業。3月8日には初出走を迎え、同日中に管理馬憲法で初勝利を挙げた。譲られた管理馬には、 ミノルの同期で当時すでにオープン馬だった目白朝間がおり、5月には同馬が安田記念を制して長教師として重勝初勝利。11月には天皇賞秋を制して八大競争初勝利も挙げた。目白朝間は1972年末の引退までに安田急車で重勝六勝を挙げた。目白ロアの引退後安田は 友人の森水之助を通じて、それまで付き合いがなかった藤政牧場の幼子馬を紹介され、森の兄弟子である、茂木ギタメ二郎から管理を譲られた。東商ボーイと命名された同馬には後むくろの、踏ん張りが甘いという欠点があったが、1976年にデビューすると、関東所属馬の筆頭閣として対等し、同年、さつ賞と有馬記念を制して、 年度代表馬に選されるなど、翌1977年末の引退までに15戦10勝という成績を残した。その卓越したスピードから、天馬と称され、同期馬天ポイント、グリーングラスと共に TTG と並び称されたライバル係りは、後々まで語り継がれるものとなった。1994年からは、田中智次郎の後を継いで、 第七代の日本調教師会長に就任し、1994年2月まで、務めた。退任後、長年の競馬に対する功績が認められ、調教師としては、初の訓導となる国四等随法省を賞。1997年2月28日、定年により調教師を引退。調教師としての通算成績は3,485,334勝。 うち八大競争三賞を含む、重賞17勝であった。旧社は、長男の数高に引き継がれた。2004年、日本中央競馬回送率50周年を記念して、調教師、騎手検証者制度が発足し、安田は、野平雄二、福永洋一と共に、騎手部門で検証され伝道入りした。2009年7月1日、老衰により89歳で死去。 日本競馬界の司法、戦後の競馬界を牽引した巨星などと様々に報じられた。通算2943章を挙げ、国際派として知られた岡部幸雄は、騎手として糸口に騎乗していた期間は長くはありませんでしたが、言葉数が少なくとても真面目な方だったことが印象に残っています。日本から世界への第一歩を踏み出し、近代競馬の石を築かれた方、 白地からで米国に遠征され、帰国して本場のモンキーのりを広めたり、その活躍がなかったら、今の日本の競馬の繁栄はなかったと思いますと、語った。勝利数が太字になっている都市は、全国リーディングジョッキー。太字の競争名は八大競争を指す。通算3485,334勝。お、カッコ内は安田管理課における。 優勝重賞競争。ふとじは八大競争。ふとじは文科生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。安田は1947年に、松山義三郎のいとこにあたる和子と結婚し、長教師となる、和ずほかかずめを設けた。孫に、声優、ナレーターの河合咲子。自旧社の所属機種だった、池上正宏。 後 JRA 調教師はおい。他、吉三郎の子で JRA 調教師の松山康久や妹でバレエダンサー、指導者の松山樹師、池上の息子で調教助手の池上昭和らが遠赤者とな。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。